浅野拓磨さん、ついにノールックパスを覚える。すごー、浅野拓磨選手、相手ディフェンス2人引きつけて、まさかのノールックパス、映像初めてお目にかかった。うまくて草。速報、浅野、ノールックパスを覚える。彼はこの技をいつ覚えたのか。CR7 が大好きなやつで草。